はい、ありがとうございます。じゃあ始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。さあ行きますか。 3D 人狼殺役職をやっていきたいと思います。せーの、人狼か。あなたの役職は、はい、人狼ですね。いつも通りですわ。夜が更けました。はい、よろしく。人狼に気をつけて。人狼の方はどうもよろしくお願いします。てください。占い師とか出たいですか。いや、どちらも大丈夫ですよ。じゃあ後半一の方が占いしてましょうか。後半一ってことは最初の方ってことですか。後から出る人が。はい、はい、お願いします。よし、なんかどんな感じになるかわかんないけどやっていきますか。今回はね、3D 人狼殺ですわ。夜明けたわ。おはようございます。昨夜は誰も死にませんでした。はい、おはようございます。発言ターンに入ります。さあ、どっからだ。2番、あ、俺最後だ。のプレイヤーが発言します。これは強いぞ。はい、おはようございます。トルタメント陣営主要あります。占い師でした。ラムレ3番さん白、ラムレ3番さん白、パークお願いいたします。ってところでね、トップバッターだーってところで、まあ特に言うこともないんだけど、自分目線ね、4、5、6、1番さんに、二次人狼ということで把握お願いいたします。で、自分占い師ってことでね、歴史のおきだけ言っておきます。ん、自分この位置ね、できればフロープ派かな、フロープ派かな。絶対ね、自主を、ヘアモラ盤面だった場合に出てきていいと思う。んで、通称の場合ね、潜伏とかね、まあいろんなね、宗教の違いみたいなとこあるんだけど、俺この位置だとね、若干ね、LINE とか見にくいから、できればね、出てきてもらって、LINE を見やすくしてほしい派かなってところで、通信よりも出てきていいと思うっていうだけ言ってきます。まあ、最悪ね、エキシさんの、まあ、センスに任せるんだけど、俺はそっち派ですと言っておきます。で、どうなんだろうね。まあ、どう、どんなパピになるかわかんないから、2周目、コラス伸ばすねってところ言っておきます。よろしく。はい、よろしく。いいね。なんか、早口ですごくいいと思います。俺と一緒。します。2に関しては別に同値はないっすね。まあ、LINE としては全パターン全然あるかなっていうふうに思ってるし、まあ、発言がないんでなんともって感じっすね。はい。うん、別に俺は盤面でどこが薄いとかそういうのは別に追ってないですね。そういう考えは持たないです。はい。理由は沼るからですね。で、まあ、西尾川は基本的に単体精査でいきます。で、初めに言っとくんですけども、2番さんが、まあ、騎士出てきてほしいって言ったんですよね。たまにいるんですよね。そのフルオープンが炙り出しに見えたとかいうグレー、そういうことを言ってくるグレーの方がいるんですけども、そんなゴミ理論で印象が悪いみたいなこと言うんだったらない方がいいですよ。はい、色落ちなし印象も普通、はい、黒要素もないですって言った方がマシですし、僕が村人陣営って今言ってませんでしたが、言わないからってそれを黒塗りするゴミ理論とかやめてください嫌なことあったんだろうな頑張れ3番さん。4番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。ちょっと CEO ないですということで、まず2番さんが3番さんにランダムしろということで、まず2番さんからの印象なんですけど、まあ、話し方とかも落ち着いてるし、考察とかも、あ、考察じゃないや、進行論かもうちゃんと言ってるので、まあ、いいんじゃないかなって思いました。そうですね。まあ、自分に乱視を出してほしかったなってちょっと思っちゃいました。まあ、それは冗談ですが。で、3番さんは、どうなんだろう。なんかこう、いろいろ言ってたけど、なんかそこまで言わなくてもいいのかなっていう感じで、別に、まあ、フルオープンを疑う人がいてもいいと思うし、まあそれはそれでありなんじゃないのかなって僕は思って、なんかそれを癒せないようにしてるところがちょっと黒いんじゃないかなと思って、2番さんの君がちょっと。5番。なるほど。のプレイヤーが発言します。村人陣営でした。特に修行はありません。まあ、把握しました。もろもろ。まあ、自分が2番さんの位置で新占いで座ってたら、まあ自分も同じような思考になるのかなっていうのはありますかね。正直言って、まあ、騎士についてはでも、まあ、割愛させていただきます。はい。で、まあ、4番さんが、まあ、3番さんのことを、まあ、若干叩いてて、で、時間ギリギリで、まあ、4番さんは2番さんのことが若干、まあ、多分印象悪いって言おうとしたんだと思うんですけど、まあ、当然4番さん視点というのは、まあ、3が、まあ、黒くなると2が黒くなるっていう視点なんで、まあ、ただ3番さんの言ってることって、まあ、村の発言を、まあ自分もどっちかといえば4番さんの意見に
近いんですけど、ただ4パーセントほど3パーセントは持ってないですね。はい、確かに。はい、6番、どうだろうな。のプレイヤーが発言します。お願いします。はい、1番さんしろ、1番さんしろ、ハートお願いします。ん、お願いします。2は陣が名付けと、相方正直3じゃないかなって今のなんかさっきの発言心配に聞いて思っちゃいましたね。なんかゴミを食ったゴミを食って言ってたんですけど、なんか3番さんはなんでゴミ食ったのかなって言って、正直さんまさんめちゃくちゃ怪しいなって今のところ2、3度あるんじゃないかなってシンプルに僕目線思っちゃいましたね。まああって2、4、2、5とかあるんですけど、さんまさんが一番怪しかったですね。めっちゃゴミを食ってたんで。そうですね。あと2がなんかやったら4、5、6あるって1を省いたんですけど、まあ1は白なんでって感じですね。はい、そんなとこですね。そうですね、2番いきます。1番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です、占い師です。僕5番さん5番さんにランダムで白が刺さっています。皆さんよろしくお願いします。で、現状で2番さんと6番さんが、占い師をしてて、6番さんが僕に白を出してきてると。現状僕目線では、2、6どっちも黒っていう風、もしくはどっちかが、まあ、スライドがあるのかなっていう感じで、どちらかというと6番さんの方がスライドあるのかなっていう感じが正直しているって感じですね。ぶっちゃけ 3CO 状態になっているので、なんじゃこれっていう風には感じになっていますが、基本的には2、6、黒、黒で僕はまあいいんじゃないかな普通にっていう風に思ってます。で、もうそうするともうぶっちゃけ3番さん4番さんの精査とかいらないんじゃないかなぐらいの感じなんですけど、現状僕としては、まあ、6番さんがじゃあ2番さん釣りたいっていうのであれば、僕はもう全然2、6どっち釣ってもらってもいいんで、2番さん釣ればいいんじゃないかなぐらいの感じです。2、6黒です。5番さん白です。以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、ちょっと追加いたします。けどこれ S ラディオなら出てきてください、 S ライナー出てきてください、自分目指したら61ですと言っておきます。でプラスね、1番さん発言おかしいよね、最後さ2から行きたいって発言絶対おかしいんだよ、6番さん破綻してるんだよ、1白出しで、それなんで6から行かないのってところ、1番さんおかしいよねってところ皆さん分かってほしい。うん、これまめね、皆さん目線からもとりあえず6は破綻してるってところでスライド出ないなら6釣りからでお願いいたしますと言っておきます。絶対騎士、はい、6騎士ですねってところだよね。なんで騎士でそこでそうしたの分かんないんだけど、それに締め切りたいんだけど、来たい子いる、来たい子いますかってところも聞いておきます。でって言われた。六番可愛いなって言うじゃんだけど、まあ、とりあえずね、一番さんじゃあ、出させていきます。とりあえず、夢目線は一番さんは絶対黒なんで、今日一釣りお願いいたします。で、一番さんの黒目上げていくよ。一番さんって二釣りって言ったんだけど、最後ね、絶対おかしいよね。この場面ね、一番さん6に白垂れてるんだから、6番さん破綻してるよねってところで、S ラでないなら、6番さん取りからでいいよね。一番さんそこ飲めるよねってところ、それぞれ飲めなかったっておかしいよねってところ、叩かせていただきますってところかな。で、LINE なんだけど、ごめん、1どこで白って言った、まあ、そこはもうあんま関係ないんだけど、一応ちょっとそこを聞き取れなかったんで、そこだけちょっと誰か教えてくださいとだけ言っておきます。でね、自分目指したらね、1、4、1、5ってところなんだけど、4番さん、5番さんの発言自体はね、5番さん、ありがとうございます。1は5にしろね。把握いたしましたってところでね、どうなんだろう、4番さん5番さんの発言自体がね、ちょっとね、特にね、すごい黒袖黒袖決めなかったんだよねってところ若干さん叩いてたってところで、どうなんだろう、どうなんだろう、わざわざ後書きもするかってところで14、15の順番で見てるかな、よろしく。3番のプレイヤーが発言します。そもそも2番さん目線で4番って3番が印象が悪いから2の方が神明下がってしまっているって言ってるんですよ。2番さんどう思いますか。で、それに対して言及がないのがちょっと臭いなと思いましたけどね。はい。別に LINE があるのは、LINE を見てるのは別に構わないんですけども、そこの理由がちゃんとしてなかったのがちょっとくどかったかなっていう印象ですね。1番さん目線で2番行きたいのは、もちろんあの盤面ではわかりますが、村目線だったら破綻している6番からですよ。はい。あの盤面で、ね、スラする前はね。はい。って感じかな。1番さん目線はちょっと、まあ6のほぼほぼすらって見えてたようなもんすけどね。そうだね、はい、そうよ。まあまあとりあえずそうっすね。4番さんで気になったのは別に俺は知ったこっちゃないし、それでむしろ黒く見られる、そのなんでフルオープンをさせない、フルオープンのことに関して言及させないから黒っていう思考になる方がむしろすごいなっていうふうに思ってるんですけどね。それで黒になるんだっていうふうに思ってますけどね。ね、そんなんだったらこのゲームやってられませんよって話だけど
クソヘイト顔だ。すげえなーって。4番さん、それで印象が悪いってまで言ってくるんだーっていう風に思いましたね。4番さん。だからグレーだったんですよね。5番さんは乗っかってきたって感じなんだけど、5番に関してはその後かなって感じかな。うん、これからかなっていう風に思ってますね。はい。あー、そうだなー。現状は釣り位置決められないっすね。申し訳ないですけど。うん、4番のプレイヤーが発言します。うん、フルオープンをしたんたらかんたらでっていうよりも、物の言い方的に黒いなって思っただけ。で、なんかゴミ理論とかそういうこと言ってることがそもそも黒いんじゃないのっていうことをみんなが言いたかっただけ。言い方が違ければそういうふうには皆さん言わなかったと思います、3番さんは。はい。ってことで、6番さん、キスアーマーして。うんですけど、いらないよ、そんなハンマー。まあ、ここは売らないローラーなん、まあ、その2番さんが、まあ、その言いたかったっていう、そうだ、どうなんだろう。そうだよ、ね。まあ、だから、まあ、確かにその6から行く、1番さんが6から、6破綻してるから6から行かないっていうのはおかしいっていうのはわかるんだけど、絶対6がもう、スラするのは分かってたからなっていうところで、どうしようかなってところですね。5番のプレイヤーが発言します。うん、まず純粋に疑問に思ったことがあって、なんでみんな6番のスラが終えてんのかっていうのが、うん、発揮して全く分かんない。うん、で、1番さんもなんか6がスラとか言ってたけど、3番さんも4番さんも言ってたけど、スラするんなら2じゃないんかな。なんで6が騎士でそこで占い出るメリットって何があるの？発揮して全く分かんない。6がそのムーブっていうのか。だからだよ、うん、自分がついていけないんだったらそれは申し訳ないけど、私の思考回路ではちょっと無理ですね、これは。はい。2が騎士で占いでその盤面で出てるんなら、普通自分なら2の騎士のスラを追うんですけど、うん、でみんななんか6が破綻してるから6からって言ってる、言ってないのがおかしいって言ってるけど、スライドがないんだったら別にどっちでもいいから、うん、そこで6から行かないから1がおかしいっていうのが、それはおかしいんじゃない？別にどっちでもいいよ。いいね、いいね、5番さん守ってくれてるね。でその理由がほぼほぼ6の騎士アーマー、騎士スラが終えてるから2から行くっていうのも分かりますけどとかって誰か言ってましたけど、いや全く分かりませんけど私は。はい、騎士って、うん、ごめんね、ちょっとはっきりして全く分かんないですね。はい、もうごちゃごちゃになってるんで、はい、6番さんアーマーとか言ってるし、はい、もう分かりません、何も分かりません。6番のプレイヤーが発言します。お願いします。騎士スラから騎士アーマースラします。お願いします。村で占いしか取れました、申し訳ありませんでしたってことですね。そうですね、何の村でもないですよねって感じです、まあ、一番怪しいのは5番さんかなって。なんか喋り方もめっちゃ5番さん何も分かりませんって、5番さんめっちゃ怪しいかなって思っちゃった、5番さんが怪しいってことは1番さんの芯が、別に1番さん目線2から言っても6から言ってもあの占い正直どっちでもいいんじゃない、それについて2番当たったけど、2番がめっちゃ怪しく感じたったね。で今の5番の発言的に話しかけても白はな、白っていうか黒っぽかったから1の芯目がないんだよね。うん、まあ4、まあ3、4に関してはなんか僕の騎士すらが分かってて、なんで超能力者って僕騎士じゃないんですけどってシンプルに外れてたんですかね。3、4どっちか騎士なんですかね。多分3が騎士なんですかね。俺は何を言ってるんやって話ですけどね。なんか4が被せてきたことを考えると世の人狼目があるのかなって思ったりしたり。でも今日はまあ安定いくのがまあベストかなとは思うけど。どうなんだろう。2かな。2かな。どうだろう。1かな。1番のプレイヤーが発言します。
はい、よろしくお願いします。そうですね。まず全体に言っておきたいなって思うのは、僕は現状というか、僕の最初の発言の時は、まだスライドするかどうかはまだ分かってなかったですよ。分かってなかったですけど、まあ、おそらくスライドするだろうなと。で、それで言ったら、まさき5番さんも言ってましたけど、2番と6番、あ、違うか、6番が言ってたのか。2番と6番、どっちも占い師を使用しているのであれば、まあ、両方とも黒なんだから、どっちから釣っても別に構わんよと。僕は単純にそう言っていただけです。で、どっちかというと、6番さんの方がスライドしそうだなって思ったんで、僕は2番さんからっていう話をしました。で、現状で一番最白で見てるのは、あ、プツプツしてます。マジですか？マジ？ちょっとそれは困っちゃうな。申し訳ないです。3番さん、ただごめんなさい、ちょっと、なんともなんないです。3番さん、現状一番白く見ているんですよ。理由は、1周目の時もそうだし、2周目もそうなんですけど、結構まあ3番さんって圧の強い言い方をしていて、もうゴミ理論まで言ってるじゃないですか。それって、もし狼だった場合って、結構ヘイトを買っちゃう行為だと思うんですけど、それをさらっとやれる3番さんって、2番が3番に白出してますけど、結構ここは、白いんじゃないかなと思ってます。で、僕は5番さんの白が分かっているので、5番さんも弾かれます。で、そうすると、2番さんの相方位置として、4番と6番が出てくるんですけど、6番さんが、一応さっきの中ね、騎士アーマーどうのこうのってあったじゃないですか。で、今ので、6番さんが一番最後の最後で2番釣りを完全に押してきたら、もうおそらく6番さんだろうなって思、あ、じゃあ、僕を押してきたら6番さんだろうなっていうふうに思ったんですよ。なんですけど、途中最初2番釣りを押してたじゃないですか。そこでちょっとどっちなんだろうなっていうふうに一瞬思ったっていうところがあって、現状2426、まあ、ぶっちゃけどっちか46どっちかは分かんないです。ただ2番は黒なら間違いないです。以上です。全プレイヤーの発言が終了します。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。いや、ちょっとこれあれだったな、ミスったな。なんかちょ、これ俺入りそうな気がするな。あー、オッケーオッケー、2番いったね。オッケーオッケーオッケー。まあ、てか普通に6多分騎士だろこれ。投票が終了しました。遺言を発表してください。はい、いけたってところ。いや、何を使ったの、正直ね、この位置マジで難しすぎでしょ。むずいよ。もう後からいくらでもいるからな、本当に。めちゃきついと思うよ。僕ね、言ったのかな、一周目。すげえ迷ったけど、結局出ちゃったね。結局ね、潜伏でね、なんかね、もう潜伏イコールなんかどうみたいなさ、固定概念の人いるよね。それにつられるのも嫌だな、ってことでやっぱ出ちゃうんだよな、いつも。潜伏で上がったのかな、申し訳ないってところかな。いや、別にでもさ、一周目のさ、一番でさ、水利があってさ、バスラー出てないんだから、こんな発言するっていうところを分かってほしかったんだけどな。別にね、6の巣は透けてたとしても、別に6とりあえず6釣りからって言っとくべきだったよねってこう言わせてほしかった。いや、この位置つらいよ。発言聞いてくれるわけないからね。正直言えなかったからねってところ。まあ、とりあえず申し訳ねえとしたら言っとく。全部とりあえず騎士グッチョブだけ、じゃあ頑張ってと言っておきます。はい、よろしく。いや、普通に6騎士だろ、普通に。人狼の方。どうもです。誰が？いや、普通に6騎士だと思いますよ。6だよね。ですよね。やっぱりね。じゃあ6行きましょう。私はただの石。私はただの石。私はただの石。ありがとうございました。8ですよ。どうなる？夜が。さすがに死ぬだろう。昨夜は1名の方が亡くなりました。さすがにこれは騎士だろう。頑張ったのに。6番。ゲーム終了。さすがに騎士よ。人狼陣営の勝利です。4か。やっぱ初手の占い師はきついよね。俺もマジで嫌だもん。で、それと同じように、やっぱ、エンドポジの占い師は強い。2番と6番で見たときに、6番の方がスライドするだろうなっていうのは、まあ、俺目線では当たり前だよね。で、そこを、疲れそうになったときは一瞬ちょっと、あ、やばかったかもしんねえなって思ったんだけど。だから、5番さんの発言は結構、的を置いてたってことだよね。2番と6番でどっちがスライドするかわかんなくて、自分目線では2番なんだけどってやつよね。あそこが逆にものすごく強くて、2番と6番どっちがスライドするかわかってたんじゃねえのと。ということは、どっちが偽物かってわかってた1番、俺は偽物なんじゃないのっていう論を5番さんがゴリゴリ来たらちょっとやばかったかもしんないね。ということで、今回も最後まで見てくれてどうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。皆さん、今回も最後まで見てくれてどうもありがとうございました。私のったんゲーム実況、実写、それから声真似、いろいろやってます。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。